聖書をお読みいたします。マタイによる福音書第12章8節です。新約聖書18ページです。本日はこの箇所から亀田勝彦先生に安息日の主と題して説教をしていただきます。それでは聖書をお読みいたします。マタイによる福音書。第 十二章八節人の子は安息日の主であるおはようございますはじめにお祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様イエス様聖霊様この年最後の よき誠実、またこのようにして共に強い、あなたを前に心から礼拝をささげることができることを本当にありがとうございます。お祈りにもありましたように、さまざまな事柄がありましたけれども、しかし、主に守られて、私たちはこのようにして、今日も主の前にひざまずくことができることを本当にありがとうございます。 インマヌエルナルシュ、本当に、えー、特別賛美のピアノの音色を聴きながら、共にいてくださるイエス様を、もう一度、感謝することができることを、本当にありがとうございます。どうぞ、御言葉を通して、私たちに安息を与えてくださる主を、また喜ぶことができますように、どうか導いてください。 全てをしにおいだにしてイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン、えー、今年も最後の日となりましたけれども、えー、年末年始、えー、皆さんお忙しいかと思いますが、えー、またーこうやってですね死を見上げながらここに安息をいただける、えー、その恵みをですね本当にいい感謝いたします どのような一年、神様からどのような安息を、今年ですね、一人一人がいただいたでありましょうか、まあ、私にとっての安息の大きなやっぱり出来事は、ですね何度も言っておりますけれども、家族でイスラエルへ行かせていただいた、本当にですね安息のひとときであったなと。 ギリギリ政府そんな感じでありますけど本当にですね感謝です、えー、初めてイスラエルに、えー、行った時はですね、えー、イスラエルに行ってこのエレベーターに安息日用のエレベーターのボタンがあるというのを初日見てですねもう非常に衝撃を受けましていやー聖書の世界が 今も生きている。まあそうやってですね、本当にこう、感動した、えー、そんな記憶があります、えー。今年行った時もですね、やはり、えー、ありました。まあそれ,それほどの、あやっぱりまだあるな、衝撃ではありませんけれども、まあそんなことを確認しておりましたらば、えー、一緒にいたあ、隣にいた方がですね、つぶやいていました。いやもう、 ここんななな、としなくていいのになイエス様がもう来ているのに」となんかこうねつぶやいていたんですねいやさすが信仰の深い方は捉え方が違うな、まあ、そんなふうに思ったわけですけれどもイエス様がもう来られたので、まあ、そういうところに本当は捉えられる捉われる必要はないなうそのことをですねその言葉を聞きながら。 確認したことを思い出しますえ。今日はイエス様ご自身が言われた、人の子は安息日の主である。私が安息日の主であるですよというふうに言われたイエス様の言葉であります。え聖書を見ますとえ、このところもそうでありますが、 イエス様が地上で曖昧た中で、えー、避難されたこと。えー、一つは、自分が神ご自身だ。自分が神だ。とおいうことで、大変な避難をされました。そしてもう一つ、本当にたくさん避難されているのは、この安息日にしてはいけないと言われていたことを、まあ、次々と、 をしていったこのことによってイエス様は大変な避難を浴びましてそして十字架刑に殺されていくそのような怒りまでですね発展していったということが聖書のところでいろいろですね見ることができます今日のマタイによる福音書であればこの十二章一節から見るとお弟子さんたちが お腹ががいいいたたので、まあ、穂を積んでん食べ始めたととうことが書いてありまは、まあ、お弟子さんたちが安息日にこの頬を積んで食べたということがこれがあ安息日はしてはならないという法、まあ、に引っかかったというわけで、まあ、イエス様のお弟子さんたちがしたことでイエス様が非難されている、まあ、そういうことがここで書かれています。 イエス様が安息日に人を癒した時病を癒した時に死にを蘇らした時にさまざまなそういういいことをですね本当にした時にそれすらも、えー、イエス様は安息日はしてはならないなぜするのかそういうふうに言って本当にこう非難をされていったわけであります。 イエス様が安息日にはしてはならないということを次々にしていったそのことによってイエス様は殺害されていくそんなことになったということを聖書を通して私たちは知っております本当にひどいなそういうふうに思いますけれどもこの安息日にしてはならないということを非難した人々それはどういう人々だったかといいますと それは本当に、まあ、イスラエルの民それ自体がそうですけどその中でもこの神様の言葉神様から言われた立法戒めを守ろう遵守しよう命を懸けてもう模範的にしていたそういう人々がそのことに対して避、まあ、難をされていたということであります。 その方々が何を根拠にですね、避難をしていったのか、まあ、聖書にですね、しっかり書いてますから、もう一度ですね、えー、せっかくですから確認をしていきたいと思いますが、えー、出エジプト記の20章の8節から10節しっかりとね、書いてます。出エジプト記の20章、8節 旧約聖書のページ交互訳になります「安息日を覚えてこれを誠意とせよ」「6日の間働いてあなたのすべての技をせよ」「7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない」 あなたも、あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、また、あなたの門のうちにいる他国の人もそうである。と、このようにですね、はっきりと聖書に記されているわけです。安息日には、何の技をしてもならない。神様が創造して、七日目に休まれ、 えー、たわけですからそれに倣って私たちも「安息しなさい」「何の技をしてはなりません」書いてるんですあなたもあなたが息子もしも目もはしと目も家畜もどうやって家畜にしないようにするんだろうか不思議に思いますね、えー、そして門の中にいる他国の人もですから、まあ、本来であれば今で言えばイスラエルの中に住んでいる 他国の人も本当は必要はならない。まあ、ここにですね、書いているということであります。ここに書いてある。この御言葉をですね、もう何が何でも守るんだ。そのことにもう本当に生涯をかけ、全身全霊を込めて会いにできた人たち。それが、まあ当時のパリサイ人っていうふうに言われていたいですね、 そうイスラエルの民は本当にですねどんな状況の中にあったとしてもこの安息日を守りながら生きてきました今の先ほどお祈りにありますけれども大変な戦争の戦いにいますその棚の中にあったとしても映像がですね送られてきたりしますけど兵士がガザという 戦争の戦火の中で安息日を守っている祈りを捧げているそのような映像を見ましたいやーすごいな大変感動しましたいやこういう時だからこそいろいろ分裂していたけれどもこの戦火の状況の中にあってイスラエル民はいよいよ世界中のイスラエル民がもう一つとなってたくさんの人たちが帰ってきて もう兵士として喜んで志願していってそして一つとなってやっているそして被災の民は被災の神をもう一度見上げながら信仰に立っていく民がたくさん起こされているそういうことも聞いておりますそういう戦火の中で今も安息日を守っているんですね本当にすごいなと思います。 このイエス様を避難した人々もそのようにして誰よりも神の言葉を命がけで守っていくということをもう心していた人々であったわけです。まあ、ですからそう簡単に譲ることはできないとやっぱりこう思いますよね。今まで命をかけてきた まあ私のことであるならば昔異端の宗教というね宗教異端の宗教に入っていました命一応そこに障害をかけるなんてことをですねえー言いながらえやりましたまあですからやっぱりえちょっと違うなともしも思ったとしてもそう簡単にですねその心を見せるわけにはいかないんですねえそんなことを思ったりいたします このイエス様を避難していた安息日何をやっているんだ。避難人たちはそのようなこの聖書の言葉に命をかけて歩んでいた人たちであったわけです。ですから、まあ避難するなと私たちは簡単に思うことができるけれど、 そういうことを考えてみるとなかなかですね複雑な状況の中に置かれているそんなことをですね感じる、まあ、そういうところでありますそのような背景の中でイエス様が「私が安息地の主である」というですね深い真理をまあ語られたと。 こういうことになるわけですまあ、そういう背景があることをですね私は覚えていきたいものであります私たちにとってこの安息日をこのイエス様が言われた言葉をですね生きていくどういうことなのかなまあ、そういうふうにですね思っていたときにこうなんかパッとこうですねあの 自分なりに分かりやすく、えー、教えられたことがありました教えられたというか思いついたというかですね、えー、思いました。えー、こう昔話っていうかですねありますけどオオカミと七匹の子ヤギでしょうかいろんなこう童話がごっちゃなっていてよくわからなくなってしまってるんですけどその時こうパッと思ったのは なんかこう、えー、まあヤギのお母さんかなんか,かねちょっと全然話が違っていると思うんで申し訳ないんですけどあの子供のね小ヤギたちにこう、まあ、出かけるので食料行くかどうかで出かけるので、まあ、こうねあの狼かなんかが来るからあの絶対に まあそういうふうにですねあのまあいうわけです。そしてこう出かけていくわけですよ。でもお狼はこうやってきて手をかえして品を変えなん,かなんかこう顔になんか塗ったりとかなんか手になんかそんなことをねしながらあのこうまあ作戦をやるわけですよね。まあでもおー声が荒々しいとか言って なななかなかこう、ね、開けないでも動画ではこう開けてしまったり、ね、して食べられてしまったりとかねそういうことあったような気もするんですけどもえそこで、まあ、お母さんが留守をしている間に子供たちに言うんですよね。言いつきをします絶対にを開けてはいけないよですから子供たちは一生懸命それを守ります。でお母さんが。 帰ってきました。お母さんのヤギ、羊か、ちょっとね、いいですけど、帰ってきました。そうしたらどうなるかといいますと、子供たちは、お母さんが帰ってくるまでは、その言いつけをひたすら守らなければなりません。守ることによって、命が守られるんですね。でも、お母さんが帰ってきたら、それも言いつけ、 関係なくなくるんですよねもしもお母さん帰ってきてもあの HK を守っていたらどうなるかというとお母さん帰ってきましたでまあ誰かやってきましたそしてお母さんがドアを開きましたそして子供たちがお母さんに言いましたいやいやお母さんあのドア開けちゃいけないよそういうふうに言われてるんだからと言ったらおかしいわけですよねもうお母さん帰ってきたから お母さんがしていることを、あの、ただ見ていればいいわけです。そういうことをこう思い出されたんですね。まあ私も家にも子供がいまして、えー、数年前、まだ小学校、どちらも小学校でありました。やはり、留守をしなければいけないとき、ね、言いつけ守りますよね。言いつけやりますよね。えー、そのときはですね、こう、まあ電話が、 今はスマホを持っておりますけど子どもたちも何を持っておりませんでした、えー、ですから、えー、教えました、えー、冷蔵庫に、ね、紙を貼って親の電話番号を書いて皆さんもねいろいろやったと思いますけどもそして、えー、10円玉か100円玉かどっちかを置いてそしてもしも何かがあったら、えー、向かいの 今閉店してしまいましたけど、木村という食料品店があってその前にあの公衆電話があります。だからそこに行ってこのお金を使ってこの電話番号にかけるようにまあそういうふうにですねまあ教えていたわけであります。安藤城ですね何か起きたことがあったようでですね二人の小学校の。 子供たちはですね、電話を今言いつけを守ってですね。えー、お金を持って七年迎えの木村の商品店に行きました。えー、そして、えー、公衆電話で電話を。かけました。しかし、公衆電話は壊れていたんですね。えー、どうしたのか、後で聞いたらですね。えー、すごいですね。 その後、公衆電話が壊れていますと言って、えー、木村の従業員の中にの人にですね言ったそうですそうしたら、えー、従業員の人が「こうこうこうで、えー、今お父さんとお母さんがいなくてこうこうこうでこういうふうに言われてるんです」と説明したらあ木村の従業員の人が「分かった」と言って、えー、木村の中にある普通の電話をですね貸してくれて、えー、それを通して お母さんに電話をした。まあそういうことをですね、後で聞いたことがあります。マ、ま、ギ、あ、スケをしっかり守ることができたので、えー、その後ねいろいろ、えー、ハプニングがあってもでも守ることによってさまざまな状況をですね解決し、そして守られました。まあでも親が帰ってきた時には。 そのようなあ様々な言い付けというものはもう、まあ、関係なくなるわけですね。目の前にその言い付けを放った人がいるわけです。その人の言うことを聞けばもういいわけです。任せればいいんですね。このイエス様が人の子は安息日の主であると言われたということは そういうことだなというふうに教えられたことがありましたイエス様が来るまではこの旧約聖書に記された立法戒めというものは本当に必要です命を守るために信仰を守るために心を守るために必要なことがであるしかしイエス様が 来たならばイエス様に聞けばいいんだなそういうことをですね思わされたわけであります人の子は安息地の主である私たちは今イエス様をお迎えしてイエス様を信じて心、えー、の中に抱いている私たちであるということです 聖書の言葉はもちろん必要です。でもこの聖書の言葉もイエス様を見上げ、イエス様と交わりながら、イエス様の言葉を命をもって聞いていく。その時に個人的に様々なことを示されて、従っていくことができるように、私たちはされている、そのような立場に置かれているんだということを覚えることができるわけであります。 私たちの主は、まさに安息日の主と言われているように、イエス様はご自身であります。イエス様はご自身が私たちの人生の主であるんだということですね、私たちは覚えていきたいわけであります。ですから、私たちが、この人の子は安息日の主である。 ということを実践していく鍵は何かというと、これはイエス様を救い主である、神ご自身である、神ご自身が私たちの救いのために来てくださった救いの方であるということを信じて受け入れることです。このパリサイ人たちがイエス様を信じさえすれば、それが できたわけでですね、まあ、でも先ほど言ったようになかなかそれをするには難しいえ困難な状況があったということであります。私たちはイエス様を信じてそして、えー、歩んでそして始めていく。 そうしていくと、私たちの歩みの中に、イエス様から来る安息が日々やってくるようになってくるということであります。最初は、やはり、ルールや決まり、そういうものが必要ですね。この聖書にもあるように、最初は決まりから始まっていくかもしれません。 様々なディボーションや祈りを捧げていくそういうこともありますけどやはり最初は決まったことから始めていくえそして、まあ、やっていくうちにだん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 と少しずつこう解除されていって、えー、一人一人の自由なディボーションや祈り賛美礼拝というものが捧げられていくようになっていくそして イエス様との関係が深まっていきそして交わりが深められてその愛の関係によって、えー、信仰生活がなされていくという,、まあ、こう自由な安息の日々をいただきながら私たちは成長していくことができるんだと、えー、そのことを私たちは既に、えー、体験しそれをますますこの一年の中においてもさまざまな状況の中で 私たちはその恵みを受けながらここまで守られて会いに来たのではないかなというふうに思います。私たちがそのような信仰の成長を成していくその中でまあ分かっているけれどもなかなかできないまあそんなこともですね葛藤したりすることもあるでしょう。それはなぜかというとそれを さまざまにまあ妨げるものもあるからだということです。さまざまな逆境が私たちに、えー、与えてきたりします。体の病であったり、えー、困難であったり、悲しみであったり、世界のさまざまな先ほどの祈りにあったようなそんな状況であったり、えー、そして、えー、その背後にあって。 それに便乗して私たちを滅ぼそうとするサタンの霊的力そういうものをですね働いていきます私に神様の安息イエス様の安息の深みの中で本当に自由で喜んで何があったとしても本当に満たされて歩んでいくそのような歩みをしていきたいと私たちは願い 求めますけれど、まあ、それも妨げるものも同時に働いていく今日の聖書の箇所で言うならばそれはこのパイサイ人たちが固く保守していた握りしめていたあまあ見言葉であるけれどしかしながらそこからだんだんと連れていってしまっていた自分の強い思いだったり 自分の強い考えであったり自分の思いで成していこうというまあ瓦礫の力といいますか自分の力でやろうとするそういうものがこの妨げになってしまっている今日の聖書箇所を通して、まあ、そのことを教えられるところでありますまあ私もですね本当に自分の力で自分のがりきで生きているなということを 本当につくづくと実感することはよくあります。えー、職場で、えー、働いておりますけれども、えー、まあこう食事の準備をしたりですね、片付けをしたりすることがあります。本当にこれは小さいですね、ことがでありますけれども、えー、こうご飯をですね、電子電気ガでこう、まあ、炊くわけですけれども。 えー、それを終わってこの、まあ、洗う時き本当にね,どうね日常の何でもない話なんですけどあご飯ん釜をこう洗うんですけど皆さんも洗っていると思います。えーまあ、こう水で潤かしてあのしばらくするともうカビ,、ね、カビついてこうね取り直すんだっていうんですけどしばらく潤かしておくとあのしばらく置いておくと。 簡単に取れるんですよと、ね、でもですね分かっているんだけどどうしてもね私の癖として早くねそれを片づけなくなってしまうんですね。忙忙ししいいかからかななと思っているんだけど忙しくない時でもやってるんですよでこの早く片づけようとすると自分の力でねガリ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 ってやってですねこびりついたものを剥がしてそしてやらなければいけないんです。 でもうるかしてしまえておいておくと何の力も入れず簡単にこう取れるんですよねですから無理ないんですでその方が楽だし力も入れないしあのスムーズなんですよで力むこともなくあの安心してあのこうやることができるんですねでもなんかどうしてもね早くやってしまったくなって 自分の力ででやるんです、ね、まあそういう姿を見ながらいやがりきで生きてるな自分の力で生きてるなそういうことをですね感じるんですいや昨日もですね昨日は妻の誕生日だったんですね、まあ、ここで公表してるわけでもないんですけどもえちょうど仕事があれば言い訳になるんですけど えー、夜勤明けで日中休みだったので言い訳がない時間があるなと思ってですね、えー、まあケーキを作ろうかなと、まあ、スポンジケリーは買ってね、えー、まあやろうかなと思ってやったんですけど午前中ちょっと眠くて寝てしまいました夜勤明けですから、えー、目が覚めてあっと思ってですね急いで車はもうなかったので自転車で ああ雪降ってなくてよかったなと思って自転車で近くのスーパーに行ってホイップクリーム買ってきましたそしてやろうと思ったら数か月前にあの電,気電気でやるねあの泡立て器がそういえば壊れたことに気づいてあなんやと思ってあの娘にちょっと聞いてみました。 なんかお母さん代わりなんか使っていう機会なかったか。って言ったら、あ、これ使ってたよって言ったから。あの代わりのもの、のようなもの,の機械があったんですね。まあ、それは普段、あの。果物とかを。噛み砕いて。あの、なんだ、ミキサーするような機械だったんです。あ、これ使えるのかと思って。それに。入れて。娘は手伝ってやってくれました。 でも一に見たらあの何も何か棒だけあってなんか備え付けるものがあったんだけどそれつけないでこう回したんですね。ですから棒だけがぐるぐる回っていてこれじゃできないわと思って、えー、つけました。こう鋼みたいなやつをこうですねプロペラみたいなやつがあったんであこれつけばいいなってやりました。それやっったたらら今まで全然なかったから 結構やんないといけないと思ってダーッとね娘と一緒にやったらパッと見たら固まってたんですねあれと思ったらこうなんかチーズみたいになってましてなめったらなんかチーズじゃないなんかこう生ぬるいような感じでした。で娘が調べたらあこれはバターになったんだというふうにね分かったんです。私はは妻がね今日は 何時何分に帰ってくるっていうのを聞いてたんで時間がなかったんですよいやまずいと思ってですね焦りましたで娘は「えー、あバターがでしたやった」っつって喜んでたんですね「私は喜んでる場合じゃねえだと思って「いいしょうがねどうしようか」と考えてもう一度自転車でホイップクリームを買いに行ってまた帰ってきて <laughs>、えー、そして、えー、もう時間がなかったのであのもう二人のねえー 子供たちを呼んでちょっともうあのどうやったらいいかわからないから手でやるしかないっていうことでもう手でやる時間があるからもう二人であの疲れた交代交代でやるようにっていうことでですね、えー、やってもらいました。でどうせだったらもうしょうがないなと思ってですねあの全部もう子どもたちにこう任せようと思って盛り付けは全てのものをあの買ってきてもだけ渡して、えー、任せることにしました。 そうしたらですねものすごくくうまくいったんですよすよごい二人で協力して思った以上に早くあのクリームもできてそしてもう兄弟がね子供たちがもう喜んで楽しく相談しながら和気あ,あいあいとこの盛り付けをしてそしてこうねデコレーションして。 作ってくれたんです。もう私がやっていたらですね、もう時間まで、ね、くそうなんでこんなことになるんだと思いながらこうねやっていましたから、もう安息なんてもうではなかったですね。でもですねそこで神様の作戦というものをですね必死に感じました。安息で生きるんだよ。子供たちに任せるんだよ。ということを教えられたんですね。あなたが手を出す必要はないんだと。 その方が妻も喜ぶんだよ。まあ、そのことをですね、教えられたんですね。そして電話が変わってきました。妻から。いや、職場で、えー。人手が足りなくなってしまったので。ちょっと、買えなくなっちまった。遅くなる。それを、子供たち言ったら。よし、やった。つってもっと。きれいにできると言ってですね。本当にすべてがこう、そうした。 そんんなな結果になったんですね、えー、そして、えー、夜の夕食も私もいろいろ考えてねあの焦る中で時間ない中でどうやってやろうか、ね、考えていたらあそして作りかけたと思った時にピンポーンとなってですね、えー、妻の友人が夕食をむっちしてくれたんですよ。作る必要がなくなくったんですね いや本当に私は何にもしない方がいいんだな <laughs> ということをつくづくと実感したんですね神様が本当に全てのことを備えてくださっているそういうことを実感する昨日のひとときでした下手に私があー自分の思いや考えてこのあれこれ考えてそして策を練る必要はない神様が全てを 備えててくださっている問題や悩みやどうしようもないことが起きたと思ってもその時こそイエス様に丸投げしてそして委ねて私たちはイエス様と共にある安息の中を生きればいいんだなそのことをですね実感させられました。 そのためにイエス様は私たちのために地上に来てくださって神なしで必死にもがきながら生きている私たちを解放して解き放って自由と喜びと力を与えてくださるためにイエス様は来てくださり私が安息日の主なんだと私を見上げて 私の前で安息していなさい。つるように語るために、イエス様は私たちのところに来てくださった。それが、イエス様ご自身の愛と恵みであることを私たちは実感することができるわけです。このパイサイビッの人たち、本当に 良かれと思って一生懸命御事を守っているうちに自分の力となってしまっていました。私たちは祈りを心を持ちながら本当にこういう方々こそ救われていることを犬の中に覚えていきたい。そんな思いであります。そして私たちも本当にいつもいつも安息を与えてくださるのはこのイエス・キリストである。そのことをですね、本当に覚えながら日々 このイエス様との交わりに人生をかけて歩んでいくそんな生活をですね歩んでいきたいなそんなことをですね思わされるところであります。私たちはこのイエス様との一対一の関係この交わりから私たちの生活は始まっていきます。ここから 私たちの心の安安息息生活の安息心のリバイバルが起こされていく速度をですね教えていただくのであります12月25日クリスマスの時でありますけれどもキャンドルサービスを礼拝をさげていただきました。ききメッセージをいただき えそして、えー、家に、えー、帰りましたらば、えー、皆さんから祈っていただいている、えー、妻のお母さんがですね、えー、昨年、まあ、脳出血で倒れて、えー、そして、まあ、入院しております。えーまあ、だんだんですねあのまあ意識はですね戻りそして、まあ、本人は何か喜んでね生きてるようなんだけどもやっぱり行ってもあ まあ誰だかちょっとわからないようなまあそんな状況の中で,ですね、えー、歩んでいます、えーまあ、命には別状は今とこはないけれどでもそういう状況でですね、えー、地上の生活をしばく歩んでいくまあそんな、えー、背中にいるわけですけれども、えー、ご主人お母さんそのお母さんのご主人、えー、がですね、えー まあそういう中で久しぶりか、初めてか、クリスマスの日を迎え,え、そしてその夜を一人でまあ過ごす、そんな状況にですね、なっているであります。それで妻に、そのお父さんからメールが来ました。こんなことがですね、書いていたんですね。今日、一人でショートケーキを 扱ってきましたそして「一人でクリスマスツリーを飾りました、えー」そして「神様にお祈りをしました」と書いていたんですね。えー、ご主人お父さんは、えーまあ、信仰はですね まだ持ってはいません。えー、まあ病にやって入院しているお母さんの達成の願いは、まあ主人が信仰を持つことであります。まあそういうことをーメールを見ながら、本当に人生の体を張ってご主人に伝道しているんだな、そんなことをですね思わされました。 本当にです、ねえー、そういうことを通して神様に祈りを捧げていったあそこからお父さんとイエス様との交わり関係が始まっているんだなそのことをですね確信することができました、まあ、私自身もそうでした。 誰もいない、たった二人の、たったまあ、一人でいたときに、密かに、誰にも知られないように、イエス様、あなたを救う人を信じますとですね、告白の祈りをした。まあ、そこから信仰が始まっていったな、そのことをですね、思い出します。お一人お一人も、そのようなイエス様とたった二人の、 祈りから、関係から、今の信仰の生活が始まっていったのではないか。そんなふうにですね、思うわけです。人の子は安息日の主である。イエス様が私たちに安息を与えてくださる。このところから、私たちのリバイバルは始まっていきます。 このイエス様との関係を何よりも大切にし、日々の生活をまた新しい土地も大切にしながら、共に前進してまいりましょう。お祈りをさせていただきます。天と地の神様、イエス様、聖霊様、かけがえのないイエス様、あなたに何でもより頼み、 信頼して歩んでいくことができますようにどうぞ私たちを助け導いてくださることを信じ感謝しますイエス様の名前によってお祈りいたしますアメン